予選は先行策、人気の北日本勢を退けて粘り腰発揮した2番山本周平動いて、地元5番松根新、6番薮田孝之、残り2周回関東3人前に出て、中段は4番米島の外から蓋をする形で3番金沢龍二、4番手中段はキープの体勢、3番金沢龍二、4番米島圭介、2つのラインを出して6番手です。今日は引かされる形で4番米島は6番手で鐘を聞いています。スローペース、2番山本周平、後ろ5番松根新、その後6番薮田孝之の関東勢の後ろ中段に変わらず、3番金沢龍二、7番小橋秀幸、4番米島圭介は完全に牽制を受けて6番手が続いて、残り1周回山本のペース先行ですが、中段は北日本勢が手にしたまま4番手、3番金沢、さあその間にスイスイかける2番山本周平、最終バックを通過した、ようやくという形で3番の金沢米島不発に終わりまして、インコースから1番の阿部健二も追い込んでくるが、関東勢金沢龍二が迫るが、松根新2番山本周平、松根新先頭降臨、2着は6番の薮田孝之届いたか。